おハフ33型客車。側窓の上下に、ウィンドウシル、ヘッダーがある。おハ35系のシルのヘッダー車の例。側窓の上下に見える歪みからウィンドウシル、ヘッダーが、内側から外反に溶接されていることがわかる。ヘッダー省略の過渡期タイプ。江ノ島電鉄600系。製造初年は1950年。ウィンドウシル、ヘッダーとは、 主に1950年代以前の鉄道車両の車体窓の上下にある金属製の補強板のことを指す。倉下にあるものを、ウィンドウシル窓状にあるものを、ウィンドウヘッダーという。ウィンドシル、ヘッダーなど、表記に揺れがある。鉄道車両のうち、主に旅客輸送に供されることの多い客車や電車、機動車には窓が設けられているが、窓周りは強度が低下するため、 鉄道車両の登場当初、車体が木造であった頃から、この補強板は必ずと言っていいほど取り付けられていた。1930年代後半になると、従来構造のままウィンドウシル、ヘッダーのいずれかもしくは両方を車体外反の裏側に溶接し、外反表面にウィンドウシル、ヘッダーがない構造の車両も製作された。しかし、1950年代頃から、 鉄道各社で新設計の全金属軽量車体が開発、採用され、窓枠も木枠に代わって、H ゴムやアルミサッシなどが使用されるようになり、強度的に車体の窓部の補強が不要になったため、このウィンドウシル、ヘッダーは取り付けられなくなった。同年代末頃には、ウィンドウシル、ヘッダーの付いた車両はほとんど作られなくなっており、現在では使用中の車両で見かける機会も少なく、 なった。ウィンドウシル、ヘッダーのない車両の車体をノーシルノーヘッダーと呼ぶこともある。1950年代の半ば頃の過渡期には、ウィンドウシルは残し、ヘッダーだけを省略した車両も見られる。ありがとうございます。